はい、こんにちは。このような丸棒に水を掘ったりして板を挟んだり、他にもね、いろんな形で丸棒を加工してみたいなって思ったこともあるかと思うんですけど、当然形が丸いのでトリマーなどで加工するときに転がってね、非常に危険だと思います。でもね、今回はこの丸棒にトリマーを使って長手方向に向かう溝の加工、それとその溝に対して逆側にも対称な溝を作る方法、それと長手方向に直角的な溝の加工、こちらの3点について安全に丸棒を加工する方法を紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。まずこのような丸棒にトリマーで溝の加工をしていくときに、このようなね、板状のものを準備してください。私はね、綺麗なカウンター材じゃなくて、ちょっとね、いろんな加工をしててこんな傷が入ったカウンター材を使ってるんですけど、カウンター材の厚みが 25mm あります。でね、これがあまり薄すぎると丸棒の加工がしにくくなりますので、多少ね、厚みのあるようなカウンター材を準備してください。でね、こういったね、カウンター材の上で丸棒を加工していこうかと思うんですけど、この時にですね、これね、端材で十分なんですけど、このような角材で必ず丸棒より高さがね、大きなサイズの木材、そしてね、角材自体のサイズも同じ角材を2本準備してください。そしてこの角材でですね、丸棒を挟み込んだ状態でカウンターに固定して加工をやっていくんですけども、いきなりね、ビスで固定しようとしたりすると、こちらの2本の角材自体がですね、ちょっとね、極端なんですけど、こんな形でずれて取り付けてしまうと丸棒にまっすぐした溝が掘れなくなりますので、まずはね、こちらの角材をカウンターに留めるための位置を変えていきます。こんな感じで角材の内側になる部分の線を変えてきました。で、この状態でですね、こちらの丸棒は直径が 20mm ありますので、こちらの角材の内側の線がそれぞれ平行に 20mm あるかを確認しておきます。そしてね、間違いないと確認したら一方の角材を取り付けていこうかと思うんですけど、これもね、いきなりつけていくとインパクトドライバーとかの振動でちょっとずつね、動いたりしてずれたらまずいので、このような細い切りでビスを止めるための下穴を開けます。そしてね、こんな感じで下穴を開けた後にビスでね、取り付けていって、インパクトドライバーとかだったら結構ね、奥まで入れるとこのビスの頭、角材の中に隠れていったりはするんですけど、めり込んだ際にですね、ビスのね、周囲がちょっとね、木材が盛り上がったりするとトリマーで作業するときにすごくやりづらくなりますので、下穴を開けた後はこのような形の面取りビット、これでビスの頭が飛び出ないような形で面を取っていきたいと思います。そしてね、そのような加工をしてこちらの木材が回転したりもしないようにですね、必ず2箇所穴を作ってビスでね、一方の木材を固定していきます。このような形でね、一方の木材を固定していったんですけど、この状態で角材と角材の内側の間隔を注意しながらもう一方の木材も固定します。このような形でもう一方の角材も固定して、必ずですね、ビスの頭が飛び出てないことを確認して、この状態でですね、丸棒をね、入れてね、加工していこうかと思うんですけど、ただね、これだけだったらトリマーで加工するときに万が一ですね、丸棒が回転したりすると当然ね、溝がよがんだりします。なので丸棒が入る角材の内側にこんな形でね、両面テープを貼って丸棒が回転しないように固定をします。で、こちらの丸棒をこちらの溝に入れるときにですね、角材の内側の間隔押さえ込むような形で結構ね、きついサイズで作ってますんで、角材が外れない程度にビスを緩めて丸棒を挟み込むと、もう一度ビスをね、きつく締めて固定をします。ではね、この状態で溝を掘っていくんですけど、今回はね、こちらに 6mm のストレートビットで 6mm 幅で 5mm の深さの溝を掘っていこうかと思います。でね、この時に注意しないといけないのが、トリマーのベースプレートは当然ね、こちら両サイドの角材の上を走るような形になります。なのでストレートビットの出幅の間隔、通常だったらですね、 5mm だったら 5mm 出せばいいんですけど、こちらの角材の高さと丸棒の高さ、その差の部分をですね、必ずね、目標とする彫りの深さ、それと角材と丸棒の差をですね、足してこちらの出幅を調整してください。今回はね、角材が 24mm、 丸棒が 20mm ありますんで、ビットの出幅を 4mm 足す 5mm で 9mm に合わせて、こちらの丸棒に溝を掘っていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、直線の溝が掘れました。でね、先ほど掘ったこちらの真逆にも同じようなですね、
溝を掘りたい、そういった時もねあるかと思うんですけど、こういった時はですね、先ほど使用したこちらの角材の一方のみを外していきます。でね、こちらの丸棒のサイズ、ここの間は20ミリですので、中心は10ミリになりますよね。でね、こちらは先ほど6ミリのストレートビットで6ミリ幅のですね、溝を掘っていったので、半分の3ミリ。それを引くとね、こちら10ミリいって、10ミリから3ミリ引くと、こちらから7ミリのところに木材と平行な線を描きます。これがね、こちらの木材から7ミリの線を描きました。そしてね、この線を描いたら、もう一方の木材も外してしまって、ストレートガイドを合わせていくんですけど、こちらのストレートガイドは簡単にね、作れて、かなりね、役に立ちます。で、こちらの動画の方もですね、公開しておりますので、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。で、これを合わせた状態で、こちらのカウンター材にも同じようにね、溝を掘っていって、溝幅と同じように厚みが6ミリ、そしてね、こちら高さは10ミリあるんですけど、このような木材をカウンターの溝の中にはめていってですね、取り外してたこちらの角材を同じように戻した状態で、先ほど掘っていったこちらの溝をカウンターから出っ張ったここの部分にはめ込んで、前と後ろきちんとね、はまったことを確認した状態でトリマーをかけるとですね、このような形で最初に掘った溝と逆側にもですね、同じようなね、溝を掘ることができます。そしてね、場合によってはこちらの長手に対して直角にですね、溝を掘りたい、そういった時もね、あるかと思うんですけど、こういった時はですね、このような形で角材ごとトリマーをかけるとね、長手方向に対して直角な形で溝を掘ることができます。でね、この時に注意していただきたいのが、丸棒の長さ方向に掘っていた時はビットの出幅を掘りたい深さプラスですね、丸棒と角材の差で足していって、こちらを調整していったんですけど、丸棒の長さ方向に直角に掘っていく時はですね、一番最初にこちらの角材、これをですね、掘っていくような形になりますので、かなりきつい深さでやるとトリマーにね、かなりの抵抗が加わったり危険ですので、必ずですね、トリマーを2回かけるようにして調整してください。はい、こんな感じでですね、丸棒の長さ方向に対して平行に溝を掘っていく方法、それとこちらの溝に対して対照的に溝を掘っていく方法、それと長さ方向に対して直角に溝を掘っていく方法、今回はですね、こちらの3種類について安全に丸棒に加工するための方法を解説させていただきました。ぜひね、皆さんもね、こういった形でやっていただくとですね、トリマーでね、安全にね、丸棒に加工して、いろんな形の DIY の参考にしていただければと思います。今回の動画、参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。